はい、ギルバト動画やっていきます。よろしくお願いいたします。今回はジュンゴナンテさんですね。よろしくお願いいたします。お強いところですね。よろしくお願いいたします。どこ行こうまず迷う。さあ強いですね。よいしょ。で修正前ですのでね、やっぱりね、まだまだ皆さんお強いでございます。一通りちょっと見てからいきましょうか。まあね、だね、風邪の引きやすいね時期やけどね、気をつけてね、体調ね過ごしてくださいね。まあどこ行こうちょっとわからん。まあ勝っても負けてもとりあえずやっていきましょうかではでは、やりにくそうやな。ジャンヌちゅうの、ああこういうのか。ああみんな強いな。ここもやりにくそうやな。王脚つけた後からが問題やな。まあちょっとやっていきますか。こっからいきましょうか。これは面白いことで、こういうふうに言ってみますか。そして一発勝負行ってみますか。出るかな。挑発ついて負けて攻撃力上がって、まあ行ってみます。スタート気楽に。ちょっとね、体調不良ですわ。はい、よろしくお願いいたします。マイク近づかってね、近いんでちょっと離れながらやりましょう。はい。あ、そっから来た。一つだけで精一杯かな。ここまでは。めっちゃ暴走するやん。ちょっとが届かないんだよね。裏に来た。フェニックスから来たか。おお、暴走したから暴走ね。これ仕方ない。来るかな、間に合うかな。入った入った入った。ここまで行きました。バロさんね、ハードタワーおめでとうございます。これはこっちから行こうか。落としきれるのかな。たけび全員抵抗した。いいですな。もう一回回復されるやろうけど、スタン。おっしゃーない。で、ここはデバフで入るかな。うん、いった。ああ、惜しいね。もう一撃が足りない。で、元戻る。何もなかったかのようにリセット。破壊はついてない。あ、破壊ついてるのか。で戻ってきたかな。これで叫びでどうなるか。
落ちきらないね。左からか右から行くかやな。すぐ回復か。3ターン挑発食らう。いけるかな。こっち行こうか。悩むな。悩んだ時点でアウトやな。敵入った。スタンしないよね。タイミングが今悪いんか。一個ずらさなあかんのか。で、臭いもんな。これが、振り出しに戻ったね。これまずいね。早く処理しないと。えらいスローモーション。で、ここで入れたらいいかな。これで縦割り入れば。で、これで落ちるかな。よしよし。なかなか大苦戦ですが、なかなか難しいね。強いね、みんなね。弱体化になる前のね、この強さ。もう強かったね。ジャンヌは強いね。まあ、一回回復。さあ、次、運任せです。剥がされるのよな。あ、そっち行った。危ない。たまにこれね、カタリーナに来てね、バリア取れる時もあるんで怖いです。あ、分散した。うん。で、再生バリア。あー、いいとこ行ったね。よしよし。はい、ありがとうございます。ニクマさん、ありがとうございます。次行きましょうかね。どこもかしこも強いな。ねえ、皆さん強いですからね。パンダか。復活召喚師。これはあれか。パンダで持っていかれるパターンか。復活キレ。復活があるのよな。結構これ。ああ、ジボーイズさんでもこうやってあれか。一生いっぱい。ああ、強いんや、これ。強いんだね。難しいな。復活系か。こっち行きますかね。行ってみますか。
で、上は、ましょうか。間に合うかな、これで。まあ、これで上間に合わせましょうか。下が問題で。復活させる。復活させて。パンダに飛んでくるか。行ってみましょうか。パンダ。復活される。復活される間にもう一回来られると大変なんですよね。パンダ延長。まあ、張ってるやろうからな。受けますかね。できるんかな？トリアーナ、トリアーナで一回ダメージ防ぐ。ジャンヌもありか。ジャンヌが耐えるかな。迷ってる間にクリアするのもあるんか。免疫つかない。スタン。行ってみますかね。ジャンルに飛んでくるんかな。ああ、水井フリートにも飛んでくる可能性あるのか。これで、もたもたしてるうちに、やっつけれるかどうかやな。ああ、でも違うかな。悩みますね。うん、爆発2回つけるか。延長爆弾。延長爆弾。ペルナに耐えれるだけの力があるかどうか。真冬打ってる間にどんどん削るか。いきましょうか。これは剥がされるかな。やっぱりいきましょう。これでいきましょうか。耐えれば勝ちでお願いします。難しい。さあいきましょう。ちょっと防いだ。まあ、ここから。で、これで落とせるかな？ダウンしない。シールド。まあ、ここ行きますか。忘却。そっち来ますか。そっちから来ますか。回転率上げましょうか。冷却。はい。で、速度が速いからね。はい。まあ、ここまで来たらね、なんとか。いけるかなって感じですけどね。こうしてで 1,2,3 で飛んできて、まあ、これを普通に打って、次行きましょう。次がどうかな。行ってきますよね。
どうなんやろ、こっちで落としたらいいんかな。回復する。ゲージ上げちゃおう。あ、やばいんかこれ。早く回復しないとやばいのか。これはもう一回落として、で復活。5万何本あるんや。ミス遅っ。8000で回復するんやろうね、まず。聖戦張って全然食らってないや。これが一番怖いパターンやな。耐えてますが、もう一回暴走いけ。もう一回暴走するかな。間に合ったか。 OK、 もうこっちは落とすしかない。ゲージ上げる、攻撃力上げる、落とす。ちょっとでもダメージを与えておきましょう。で、押す。まあ、ここまで来たら大丈夫かな。あと姫が落とされなければ。あら、柔らかかった。フェニックス復活の一応暴れへんかったらいいんやけどな。回復、たまに暴れてきて3連発とかで落とされる時もあるんでね、怖いです。はい、ありがとうございました。あと一戦ですね。はい、浦高さんですね、ありがとうございます。 57.4。 あとどこ行こう。はー、ほう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 。これは爆弾対決やから、このまま下に、あ、忘却がつくのね。忘却がついてる間に忘却が取れたら怖いのか。回復がアナベル、ジャンヌでもいいような気もするが、ジャンヌ行ってみましょうか。ジャンヌ行ってみましょうか。ジャンヌで最悪の場合はこれでいきます。ジャンヌで最悪の場合はデバフ回復があるか。まあ石張ってるのを全想定してでも回復、はい、あーボソすいませんね、これは仕方ない。さすがに来ないよね。あっと落とされる。待ってこないね。おっと怖いな。落ちるかな。ダブルさん、これ下手したらやられるパターンやな。怖いな。
おっと、これは、これ負けたかもな。これは負けたかもしれない。まずいな。これはね、ああ、負けたな。これ意外、回復がいない。こっち行こうか。攻められてくる。負けたな。あら、落とし穴があったか、ここに。ミスがついちゃってるもんね。あー、これ無理だわ。これまあもうなんか間に合わない。これやったらだってつくもんね。暴走しん限り無理やもんな。あー、つかったらあかんねんな、あれな。落とし穴が最後にありましたね。次、あ、でもまだ最後まで。ドローはならんやろ。左やったんかな。ちょっとね、残念でしたけどね。はい、落とし穴でしたね。はい、次。あ、そっか、その、あ、怖いな。それ、まずいな。動いたら爆発されるやん。だから、これで一回回、守らなあかん。で、挑発。あ、危なかった。今、挑発使ってたら、自ら自滅やったね。回転力上げましょう。今のは気づいてよかったわ。危なかったね。で、そして、そうやね、これも危ないっちゃ危ないねんな。どちらかといえば、で挑発打っといて、で落とすと。はい、ありがとうございます。あー、ちょっとね失敗しましたけど、まあまあ勝ち越したんでいいです。お見事ですね。ありがとうございます。SRT86 さん。ワンちゃんかわいい、これ。ワンちゃんかわいい。ありがとうございました。まあ、こういう形でね、やりました。ね、イフリートとした後の回復がいないってね、これにちょっとやられてしまいました。あ、でも勝率高いんだ。え、左みんな勝ってるんや。へー。左がそうなんや。左が結構勝率高いんや。ほうほうほう。これも面白いね。守りじゃなしに、まあ、事故がある可能性はこっちの方が高いか。ちょっとまた考えてみましょう。はい、対戦ありがとうございます。順語なんてさんですね。ありがとうございます。皆さんお強いチームでね、結構前からあるチームでございますので、また対戦あった時よろしくお願いしますね。24分ね、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければね、ワンコロさんタッチで検索登録していただければありがとうございます。まあ、コツコツ動画ね、またやっていってます。毎日ね、20時からもね、配信やってますので、よろしくお願いいたします。はい。そしたらご視聴ありがとうございました。失礼いたします。素敵な夢を。おはようの方はおはようございます。ではでは。